はいどうも、モリチンです。今回も F やっていくんですけれども、今回はね、今日来たこちらをまず受け取ろうと思います。なんか僕前にもこの流れやったような気がするけど、なんか既視感があるけど、まあいいでしょう。お年玉ポルタチケット&カードプレゼント2019ということで、1000万 G ゼニー1000万ゼニーが当たるっていうね、メゼポルタ迎春祭のイベントなんですけれども、1月9日から1月30日まで受け取れますので、まず今日はこれでね、運試しをしようかなっていうふうに思います。何が運要素になるかっていうと、こちらね、もらえるお金の量が上下しますので、下は多分100万 G ゼニーとかね、その辺で、上がまあこの1000万 G ゼニーだと思いますので、今年の運勢を見るっていうわけでもないんだけど、まあここでね、運試しするのも面白いかなと思って、じゃあ引いていきます。これですね、まずじゃあ G級じゃない方引いていこうかな。お年玉プレゼント2019、これね、ゼニーの上限はうんちゃらかんちゃらって書いてありますけれども、これいいんだよね、そのまま受け取っていいんだよねこれね。まあ微妙なとこというか、100か微妙なとこやなこれな。次 G 級の方いきますよ。はいはい、500万 G ゼニーということで、僕の今年の運勢は中くらい、普通に頑張ってやっていこうと思います。さあ気を取り直してやっていきましょう。今日やるイベントはこちら、輝く原石調査開催ということで、廃棄原石を手に入れて装飾品を生産しよう。こちらのイベントなかなかうまいイベントが来たんでね、ぜひ皆様にもやってほしいなって思うんですが、どんなイベントかというと、開催期間は1月9日今日から、来週の水曜日まで16日までですね。まあ簡単に言うと、星空コインっていうのをガイドから受け取って、ボガバドルムを倒したら装飾品が作れるよっていうイベントなんですけれども、その装飾品作れるものっていうのが、こちらに報酬が書いてありますね。廃棄原獣、それから金の夜の天、桜の夜の天、これちょっと読み方わかんないんであれですけども、こちらの素材が何かというと、リアルオレウアスレイレスの素材ですね。はい、こちらがもらえるということで、来ました、ようやく来ました、リアルオレウアスレイレスの救済。ここ最近あの歌向かいの調べとかでしか交換できなかったんで、やっと来てくれましたね救済が。もうあのこの廃棄原獣が出てからね、もう全然イベントとかでも、討伐イベントとかでもね、このリアルオレウアスレイレスもらえなくなっちゃったんで、いや足りなかった人も多いんじゃないかなと思いますけれども、こちらのクエストを受けるために必要な星空コインっていうのは、なんか毎日配布されて合計で10個ね配布されるらしいので、このね下のクエストに10回いけるみたいです。でまあ1アカウントにつき1回ずつで、毎日12時に切り替わるっていうことなので、まあデイリーとかと一緒ですね。だからまあ毎日ログインして星空コインをしっかり受け取ってあげてくださいっていう感じです。まあクエスト自体はね、あのずっと1週間あると思いますんで、星空コインを受け取るだけ受け取って、最終日にこのクエスト一気にやるっていうのでも多分大丈夫だと思うんで、毎日やんなきゃいけないっていうわけではないと思いますので、そこは大丈夫かなと思うんですけれども、でまあこのクエストに行くことで手に入るね、まあこの極豪玉だとか極海玉旋回玉っていうのの性能はこちらとなっておりますので、まあおすすめとしては、とりあえずね、あの豪快玉旋回玉は非常に強いね玉になってますので、攻撃があと4単ねんだよなっていう、そういう微妙な時はこれ使えばいいし、一戦重くて上げんの大変、じゃあこの4の玉使おうぜみたいなで使えたりもしますし、まああとはね、僕よく使うのは極豪猛玉、これめちゃくちゃ使えますね。あとも極豪幕玉も使うんだけど、いやーこっちかな、よく使うのは。であとね、この豪戦と腕利き剣心っていうこの極豪剣玉、これもね僕4個ぐらい作ったんですよ。どこで使ってるかっていうと、まあ G ラビーの支援装備で使ったりなんかしてるんですけれども、剣心は無駄だけどね、あのそこで使ったりとかしてたんですけれども、まあその辺が僕としてはおすすめかな。極豪貝玉もよく使いますね、怪奇3入っててめちゃめちゃ強いので。そしてね、リアルオレウアスレイレスの性能っていうのもね確認していこうと思います。ダブル Z で始めた人とか全然知らないと思いますんでね、まずリアルオ玉なんですけれども、こんな感じ、特徴としては攻撃3と3回3が入ってるっていうことですね。このね攻撃3ってのがねやばかったんですよ。初めての攻撃3玉だよねリアルオってね、確かそうだったはずなので、でまあガンナーの方はこんな感じなんですけれども、まあ僕はもうリアルオ玉これ何個ぐらい作ったのかな、20個ぐらい作ったと思いますよこれ。うん、ちょっと持っちゃったかもしれないけども、まあ15個以上は多分確実に作ってると思います。サブでも使ってますしね。
やっぱりねこの剛撃さんで、それからまあ3回さんっていうのはね本当にめちゃめちゃ強かったので、今までだって2222みたいな感じで球のスキル値っていうのはねあったと思うんですけれども、そこにプラス2みたいな感じで33でプラス2になったんで、もうそれだけで普通に強いですから、もう本当にこのリアルオーダマはめちゃめちゃ強かった。今でもたまに使えますしね、まあ、そんな感じでリアルオーダマめちゃめちゃ強いです。でそれからレウアス玉なんですけれども、こちらもまだまだ使えますね。特に僕が使うのは剣3かな、この剛撃が入ってる玉なんですけれども、これも剛撃3入ってて、でも光竜さん、剣心さん、通撃2っていうことでね、もうほんとめちゃめちゃ強い。今でも使います。まああと剣5とかもよく使うんだけど、もうねこの2個あたりはもう本当にもうべらぼうに強いんで、未だに使うんでね、これもうぜひ作ってあげたらいいんじゃないかなと思うんですが、ガンナーの方はこんな感じですね。こちらは弾丸節約術がプラス3になっておりまして、あと射手も3ですね。これもね弾丸節約術ってまあ20までねスキルポイント必要なんですけれども、2にするにはだからね、これも本当に稼ぐのに重宝しましたし、でも射手も3になってて非常に使い勝手が良くてね、もうこの弾もめちゃめちゃ強かったんでよく作りましたよ。そしてこれも未だに使うっていうことでね、もう本当に強い弾なんでね、素材確保していきましょう。でそしてレイレス弾なんですけれども、これも強い。これはね剛撃さん、氷塊に剣心さんがデフォルトで入ってるっていう弾ですね。でまあ部位ごとに絶対防御、踏破、怒り、延長、反射っていうことでね入ってるんですけれども、このね反射のこれがね反射ランス装備でめちゃめちゃ引っかかってきたんでね、もう未だにちょっと足りないなって感じなんですけど、この弾めちゃめちゃ強いですね。もうちょっとオートガードがね弱体化されたんで反射ランス使うって人も少なくなったかなとは思うんですが、未だにねこいつはめちゃめちゃ重宝すると思いますので、まああとは踏破のこの剣2だとか延長の剣4だとか、この辺よく使うんじゃないかな。絶望がまだ強かった頃はこのレイレス剣1とかもね本当に強くてね、僕も作ったんですけれども、まあね絶望弱体化しちゃったんで今使わないんですが、まあこんな感じでレイレス弾もめちゃめちゃ強いで、まあガンナーの方もこちらなんですけれども、ガンナーの方はねデフォルトで剛撃3、氷塊に通撃3になっているので、まあ剣士との差はこの剣心3と通撃3ということなんですけれども、まあガンナーの方はねガンナーの弾なので射手、戦車、装着っていう感じでねガンナー用のスキルが入ってるので、まあ剣心だとそんなに使わないかもしれないんですけど、まあこの踏破のね射2なんかはね使った人よくいるんじゃないかなと思いますので、まあでもあんまりこっちは作んなかったかな。やっぱ剣士の弾がめちゃめちゃ強かったんでね、これもねすごくお世話になった方多いんじゃないかなと思います。ということでこのイベントで作れる弾の説明はこんな感じで、ちょっと長くなりましたけれどもクエストいきましょう。それじゃあまずねこれを受け取って、はいよいしょと、はい受け取れました1個と、じゃあこれでクエスト受けましょうかね。はい、クエストの方こちらですね。灰色に輝く幻の原石ボガバドルム1頭の討伐がメインで、サブタゲで頭部破壊と尻尾切断ってのがあるんですけれども、アナザーターゲットがボガバドルムの討伐になってるみたいなので、だからまあ報酬を全部確実に獲得するためには頭の破壊と尻尾の破壊が必要になりますので注意してください。でそれからね、さっきメダルの受け取りの時にデイリーみたいだねっていうことを言ったんですけれども、デイリーと違って前日のをね遡って受け取ることができないっていうことなので、ちょっとね言い方が悪かったなと思ってね、そこを注意してください。星空コイン1個消費することで受けられますよと。で、ギルド調査員、廃棄源氏の調査区域にバクム竜が現れました。追い払っていただきたいのです。そのお礼の前金といってはなんですが、小話を一つ。廃棄源氏はとある沿国ではミスリルと呼ばれ幻とされているそうです。我々は幸運ですねということで、書くことなかったんかな、急に小話が入ってきましたけれども、それじゃあ行きましょう、レッツゴー。さあやってきました、彩りの滝のボカバドルムはここにいますね。さあね、極みボガバドルムもね僕倒しましたから、でこいつもいけるんじゃないかなと。ただ一つ言っておくと、極みボガバドルムはやったんですけど、片手剣でやったんですけど、普通のボガバドルムはやってませんので、片手剣で全然やってないので、どうなるか分かりません。僕もタイミングも全然違うしね。あ、危ない危ない危ない。あ、そうだ、ここで2段目の爆発はないんだ。いやちょっとなんか変な感覚だな、極みボガバドルムのでスピード感に慣れてるからちょっとね変な感覚ですけれども、こんな違うんだな。いやまあマグネットスパイクでねよく回ってたんですけど、あと潜入コンとかねその辺で回ったりとかしてたんですけれども、で2段目はないと。いいですね、楽だね。あ、なんかやっぱ極みやってると原子の方楽になるな。これはもうイビル城もそうだし、でナルガとかジンヨーガとかも全部そうなんだけど、原子の方じゃなくて
極みの方やったらもうこっちがほんと楽になりますね。そして頭破壊 OK なので、あとは尻尾の切断だよね。だから残武器でやんなきゃいけないんでね、ちょっと面倒なんですが、まあでもマグネットスパイクでやればね、全然余裕でできると思いますんで、この辺は大丈夫だと思います。さあこれでどうかな、もうすぐいけると思うけど、あ出た、これあれだ、覚醒状態になるやつだ。どうだったっけかな、これ確か泣くんだよな、でどうすんだよね確かね。あーやべー、タイミングが分かんない。これねいつもねマグスパでガードしてたからね、ちょっとタイミングが微妙でしたけども、オッケー、これでサブタゲの B も OK です。あとは倒すだけで OK なので、パッパと終わらせましょう。おおパートナーほんと素晴らしいな、パートナーにマグネットスパイク持たせてるんですけど、いやこうやってね自爆打ってくれるだけでも嬉しいですよ。お腕の破壊も終わった、これで背中以外は全部破壊しての討伐になりましたね。よかったよかった。いややっぱあれだね、極みに原種の動きありますね。あの全然原種とかをねちゃんと動き見ずに極み挑んだんで、でそこで練習したんでね、なんか変な感じだったんですけれども、やっぱこっちやってたら多分あっちも楽だったんだろうなと思いますけれども、まあ一応こんな感じでクエスト OK です。報酬見ましょう。はい、アナザーターゲット達成ということで、討伐したんでね、アナザーターゲットの方は OK です。そして廃棄幻獣がとりあえず2個取れまして、それからサブ A の方がこちらがレイレスだったかな、こっちがレイレスで、でリアル王でレウアスだったかな、確かあれちょっと分かんない、アナザーターゲットがリアル王で、でサブ B がレウアスで、サブ A がレイレスですね。はい、お間違いないようよろしくお願いします。それでまあこのクエスト10回ねいけるみたいなんですけど、星空コイン毎日配って合計10個になるっていうことなんで、多分最後の日が多いのかななんて思うんですけれども、だから全部で廃棄幻獣は20個、それからねサブとアナザーの各種なんちゃらの書のやつは30個なので、極豪なんちゃら玉だったら全部で2個、豪快玉旋回玉の方だったら10個、リアルオレウアスレイレスだったら10個っていう感じでね作れますので、極豪なんちゃら玉を作りたいって人はちょっと数2個なんで少ないかなと思うんですけど、リアルオレウアスレイレスの方だったら10個作れますから、かなり補充できるかなと思いますので、ぜひこちらね毎日星空コイン受け取ってしっかりこのクエストやっていきましょう。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。